こんにちは。今回のご紹介はこちらに映っております製品ご紹介となります。こちらはパイオニアの製品なんですが、名前を言ってしまいますとボイスコマンドが反応してしまいますので今は控えさせていただくんですが、こちらのボイスナビと言ってもいいかと思うんですけれども、ドライブレコーダー搭載のボイスナビ、こちらのご紹介を本日はしていきたいと思います。実はこちらの方なんですが、もう1ヶ月以上レビューをさせていただいておりまして、まあ私の仕事上の都合もありましてずっと伸びている状態だったんですけれども、やっとレビューの内容が整いましたのでご紹介ということなんですけれども、1ヶ月以上使ってみてこの製品の良かった点について今回主にご紹介をしていこうと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。まずこちらの製品の仕様について簡単にご紹介しておきます。で、こちらの製品なんですけれども、まあ、筐体、私はノアボクシーにつけておりまして、ちょうどこのセーフティーセンスのカメラ、この下に設置の方しております。で、ちょうどこのカメラのカバーとま、同じぐらいの幅になるんですけれども、この中心に設置すると、特に視界の邪魔になるようなことっていうのはございません。まあ、位置によっては車検に適合するのかどうかっていうこともあると思いますので、設置する際というのはしっかりと確認をしていただいた方がよろしいかなと思います。まあ、私はここに設置の方をしております。で、この製品は前と後ろの前後カメラ式なんですけれども、この一つのユニットで前と後ろのカメラがついております。厳密に言いますと、前はフロントカメラなんですけど、後ろは室内カメラ、また駐車監視、非常にこれ良かったんですけれども、に使えるカメラとなっております。で、また、ご無理を言いまして、この製品には、リアカメラがオプションでも付いておりまして、まあ、そちらとセットで今回レビューの方させていただいておりまして、まあ、計3カメモデルということになっております。で、冒頭でご紹介した通りで、良かったなって思う点なんですけれども、ボイスコマンドでカーナビの機能というのがついているんですけれども、一度実演をしていきたいと思います。NP1。狭山市駅に連れてってくれる？狭山市駅を検索します。直線距離で500メートルの場所に埼玉県の狭山市駅が見つかりました。ここに行きますか？お願いします。案内を開始します。目的地は狭山市駅です。安心して運転できるルートで案内します。目的地まで1キロ、所要時間は約4分です。道路を右に曲がって出てください。はい、このようにですね、非常に丁寧にアナウンスしてくれる、また声だけでナビの機能というのが使える、非常にわかりやすい。目的地には駐車場が併設されていません。周辺の駐車場を探しますか？お願いします。狭山市駅西武新宿線から直線距離で79メートルの位置に駐車場が見つかりました。案内を開始しますか？お願いします。目的地は西武スマイルパーク狭山市駅西口自動車バイク駐車場です。安心して運転できるルートで案内します。目的地まで900メートル、所要時間は約3分です。はい、詳しくボイスコマンドで案内してくれるという意味がお分かりいただけたと思うんですけれども、目的地だけではなくて駐車場を探しますかということで、目的地に着いたとしても困らないようにアナウンスしてくれるっていうのが、この NP1 のボイスコマンドのドライブレコーダーの特徴になってます。もう一つ便利な機能があって、こちらになります。 NP1、 スシローに連れてって。周辺に3軒あります。直線距離で近い順に 1.4 キロの場所にスシロー新狭山店、待ち時間はありません。2.5.1 キロの場所にスシローイルマ上藤沢店、待ち時間はありません。3.7.2 キロの場所にスシロー川越インター店、待ち時間はありません。はい、非常に親切なんですけれども、まあスシローよく行くんですけど、スシローに行って
結構土曜日とか日曜日に行きますと、すごい混んでます。まあそういった時に、行ったのはいいんだけれども、混んでて30分とか1時間とか待たされちゃうっていう場合があると思うんですね。でも、この、ボイスコマンドナビは、そういったことも、事前に教えてくれるということで、これだけ待つということが事前に分かっていれば、携帯で予約を入れるなりすることができると思いますので、まあそういったところがですね、非常に長けてるポイントになってるということになります。なので、急いでる時なんかは、特にこのボイスコマンドナビというのは非常に重宝する機能になってるということで、まあおすすめできます。わざわざ画面を触って、ここに行き先を設定するっていうのもまた面倒かなと思いますので、そういったところが非常に使っていいなという点になります。ボイスコマンドがどれだけ便利かっていうことをご説明させていただいたんですけれども、画面上で表示できないと嫌だという方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、それも可能になっております。で、こちらはトヨタのディスプレイオーディオなんですけれども、アプリ、このアプリを開くことによって、こちらでナビとしても使うということができます。で、これは今マップの表示になっていて、まあ見やすくなってるんですけれども、先ほど駅案内してっていうことで、まあこちらの狭山市駅案内をしてもらってるんですけれど、さらにスシロー立ち寄り地ということになっておりまして、まあこちらなんですが、はい、ここですね。スシローということで、立ち寄り地ということで、設定ができるようになるということで、画面上でも表示することが可能になっています。なので、この画面も表示することによって、ボイスコマンドと画面と両方見ることができますので、カーナビゲーションとしては非常に使いやすいものになっています。で、ナビに戻るということで、こちらを押すことによって、まあ、ナビ画面設定してくれると、まあ、いうことになっています。非常に大きい表示になっておりますので、わかりやすいということですね。で、ナビ画面表示を解除するっていうことをすると、こう戻ってくれるということになります。非常に使いやすくて、まあ私も使わせていただいて便利だなというふうに思った次第です。また、先ほどは AI ボックスを使ってマップの表示をさせていたんですけれども、携帯にアプリを入れておけば、車載のカープレイ、Android Auto を使って、このアプリを使うということができます。そちらもご紹介しておくんですけれども、今カープレイつなげております。これトヨタのディスプレイオーディオのカープレイなんですけれど、ここにパイオニアのアプリがあるんですが、まあ、こちら、このような形で携帯に入れておけば、このように表示をしてくれるようになります。で、ここを押していただければ、先ほどと同じ使い方というのができるようになっております。で、また、こちら結構使いやすくて、縮小、それから拡大表示ということで、まあ、ここでできるようにもなっておりますので、非常に使いやすくなっているということになりますので、特に AI ボックスがないからといって、表示ができないんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、携帯のアプリに入れておけば、ディスプレイオーディオ上でも表示ができるということで、非常に使いやすくなっているということになります。で、また、これじゃあ止めたらどうなのっていうところなんですけれども、止めても継続して表示の方をしてくれるので、ご紹介をしていきたいと思います。で、電源入れます。はい。表示録画をしています。今これ、カープレイの画面がパッと表示されましたけれども、今 MP1 と接続をしているということで、はい、このような形で、一度中断をしてもちゃんとルートのまま残っておりまして、目的地は西武スマイルパーク狭山市駅西口自動車バイク駐車場です。安心して運転できるルートで案内します。目的地まで5キロ。所要時間は約15分です。はい。国道16号を通ります。非常に親切にアナウンスしてくれる。ちょっとね、悪い点っていうところがあって、よくね、喋るっていうところがあります。まあ、そこちょっとね、使いにくさっていうのもあるというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。はい。まあ、いずれにしましても非常に機能性としては長けていて、使いやすいということが皆様にお伝えできるかなと思います。はい。これまで、
このパイオニアの製品のボイスナビの機能のすごい良かったなって思うところを今回かいつまんで皆様にご紹介していったんですけれども、後半はこちらの製品ドライブレコーダーとしての機能も兼ね備えておりますので、使って良かったなって思う点について皆様にかいつまんでご紹介をしていこうと思います。でまたこちらは AI ボックスを使ったアプリの画面なんですけれども、このアプリを開きます。でこれ今ホーム画面のところでこのマイカーウォッチっていうところがあるんですけれども、これ何かと言いますと、車が止まっている状態、エンジンがオフになっている状態で遠隔で車の外中を見ることができるようになっております。でその際はこの駐車監視ケーブルっていうのは必要になるんですけれども、今レビューさせていただいている製品にはそれがついておりますので、まあこちらどのような形で確認ができるのかっていうのをご紹介していきます。でここを NP1 に接続するということで起動します。でこれ SIM が入っておりますので、クラウド上で車の状況を見るということができるようになっております。でもちろん今車がどこにいるのかっていうこともわかりますし、でこれ今前なんですけれども、こう切り替えをするということもできます。まあ、車が心配であるということももちろんありますけれども、または子供を車の中で待たせていたりとか、で最近私ワンちゃん買ったんですけれども、ワンちゃんを車の中でお留守番をさせているような状況っていうのがあるかと思うんですけれども、まあ、そういった時にすごく心配になる方もいらっしゃると思います。ですが携帯でこの画面を開いていただくことによって、あ、ちゃんと留守番しているんだねということで、まあ、安心ができるということで常時重宝する機能だということを皆様にご紹介できるかなと思います。でまた車でなんかこう車上荒らしに合いそうだなというような状況だった場合っていうのは、この警告するということで、これを押すことによって周りの人間、いたずらしている人間がもしいたとしたらば威嚇するということもできるようになっております。一度ちょっとやってみたいと思うんですけど、こちらです。カメラ作動中、カメラ作動中、異常状態を確認し通報しました。遠隔監視を行っています。カメラ作動中、カメラ作動中、異常状態を確認し通報しました。遠隔監視を行っています。はい、このような形でアナウンスをしてくれますので、まあ周り車上荒らしをしようというような人間がいた場合でも威嚇ができるということで、この辺が非常に便利な機能になっていると、まあ、いうことになります。またドライブレコーダーとしての機能なんですけど、ここ動画を見るということで、クラウド上で動画が保存されてイベント動画等を見ると、まあ、いうこともできるようになっております。そこもご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、こういった形で駐車中の衝撃通知ということなんですけれども、これ今スーパーで、まあ、車を止めてて、まあ、これは私がドアを閉めた時に、まあ、衝撃が加わって動画が収録されるということなんですけれども、まあ、悪い点というところも一つご紹介をしておくと、まあ、こちらなんですけれど、このように車から降りてで扉を閉めます。その時に衝撃が走って、でこれ動画が撮影されているということなので、まあ、乗降時のその駐車監視のタイマー設定みたいなもの、まあ、そういったものがついていると、この駐車監視誤検知っていうのがもっとこう防げるんじゃないかと思います。でまたこれ実はこれ私1ヶ月以上使っていて分かったことなんですけれども、これ駐車中の衝撃がちょっといくつか忘れちゃったんですけれども、上限があって、その保存する上限を超えてしまうと駐車監視衝撃が加わった時に追加で収録がクラウド上で保存がされなくなってしまいます。なので乗降中に不要な衝撃検知っていうのを未然に回避できる機能というものがついていると、まあより一層こちら非常に使いやすい機能になってくるかと思います。特にこういったイベント録画に関しましては、何かあったよっていうことを後々ドライブレコーダーが教えてくれるっていう機能っていうのがついてないものが結構多かったりします。
まあ、どういうことかと言いますと、こういうことなんですけれども。駐車中に衝撃を検知しました。連続で検知したか、圏外だったため、これから録画映像をクラウドに保存します。また、携帯のアプリ上でも知らせてくれるということで、まあ、いちいち動画を見返す必要というのがないと、まあ、いうことで、より一層使いやすくなっていると、まあ、いうことを皆様にお伝えできるかなと思います。まあ、走行中の衝撃検知ということで、しっかり。まあ、こちらなんですけれども、急接近を検知しました。このように、これ、後ろの車の急接近ということなんですけれど、まあ、このように、走行中でもイベント録画というのが、しっかりと前後収録されるということになりますので、まあ、走行中と駐車監視とイベント録画に切り分けて、衝撃が走ったところを積極的にユーザーにアナウンスするといった、まあ、そういったドライブレコーダーになっているということになりますので、いち早く何か車に問題があったのかっていうことを知らせてくれるというところ、そこがすごくいいところかなと思います。また、リアアシストということで、リアにもドライブレコーダーというのが、まあ、オプションになるんですけれども、つけることができます。で、そうしますと、このように、まあ、リアルタイムでカメラを見るということも、アプリ上でもできますし、また、こちら、アルバムになるんですけれども、この SD カードというところの項目を選んでいただいて、まあ、ビデオというところを設定していただくと、まあ、このような形で、まあ、収録動画を見るということができます。で、また、設定なんですけど、まあ、マイクのオンオフであったりとか、連続録画の1分、3分、5分とか、衝撃検知感度であるとか、音量、露出、それから時間調整、これ時間調整っていうのは、日付ですね。調整だったりとか、SD カードのフォーマットだったり、Wi-Fi 設定。こういったものが設定項目として入っているんですけれども、まあ、リアに関しましては、まあ、通常のドライブレコーダーと、まあ、同じような感じになっておりますので、このフロントの2カメラのドライブレコーダーと、まあ、リンクしているということではなくて、前と後ろは別のドライブレコーダーを、まあ、使っているといった、そういったイメージになってくるかと思います。なので、リアカメラとしてのドライブレコーダーも、窓越しのリアカメラのドライブレコーダーが欲しいよという方は、まあ、リアもオプションのドライブレコーダーをつけていただくことによって、まあ、走行中も安心してドライブができるんではないかなと思います。はい、ってことで今回なんですが、ボイスナビドライブレコーダーということで、まあ、こちらのパイオニアの製品、まあ、あえてボイスナビコマンドが作動してしまいますので、形式名称はお伝えしないでおくんですけれども、まあ、こちらのご紹介をいたしました。まあ、さすがパイオニアということで、まあ、時代の先駆けということで、他のメーカーとは全く違う製品をリリースしているということで、私の時代ですと、パイオニアのカロッツェリアナビ、サイバーナビですね。まあ、あちら非常に高価な製品だったわけなんですけれども、もうそれにも勝るような、ワクワクするような製品ということで、非常にパイオニアらしい製品ということを皆様にお伝えすることができるとともに、ナビ、それからドライブレコーダー、まあ、両方の機能を今回は、かいつまんでご紹介したんですが、非常に使いやすい。まあ、これだけ使いやすい製品なんだったら、もう買って後悔のすることのない製品だなということを今回私実際使ってみて実感したところになります。ただ、こちらなんですが、クラウドを使うということになりますので、年間の使用料みたいなものが必要になるということがあるんだと思うんですけれども、まあ、そこが少しネックで、この製品を買えば誰でもこの機能が使えるということをもう少し努力してやっていただけますと、まあより一層魅力的な製品になるんではないかなということを、まあ今回これを使わせていただいて、まあ感じたところになります。こちらの製品の詳細は概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方はそちらの方ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。